ちゃんと自分の肺で呼吸できて生気を持って子供を作れるようになったのがイザナギイザナミカなんですね。呼吸が自立してできるようになったから、それまでは枝だったんですよ、神々っていうのは。なるほどなるほど。枝、天神、まあ天、天の三神とか七神、七五三ですよね。三神、五神、七神。あれは枝なんですね。で、枝から今度はイザナギイザナミという神々が生まれて、男女という自立した、まあ、人みたいになってですね、子供を産めるようになっていった。それでその天の人たちは、雨の水中主の造花三神の構造をじーっと観察していて、そこからこう言葉を作っていったんですよ。すーとか、あーとか、わーとか。その造花三神の働き、その構造から言葉を作って、その造花三神の構造をそのまま意写してカタカムナにまとめていったんですね。歌にして。作った50音を歌にしてカタカムナにまとめていって。そしてその天の人は、そのカタカムナにまとめた森羅万象の断りを持って、混沌とした根の人たち。まだこう人にあらざる何が何だか分かんない、もう動物のような状態。やっぱ濁ってるものは下から生まれて、澄んでるものは上から生まれるっていう法則があるんで、天の人がその地の人にいろいろ教えに行くわけです。親とはこういうもんだよ、兄弟とはこうなんだよ、結婚っていうのはこういうもんなんだよ、人を殺しちゃいけないんだよっていう、いろいろ人としての最低限の取り決めとかルールを教えてあげていたんですね。で、だんだん根の人たちも心が育っていって、ルールを理解して、まあ、それらしくこういろいろ人の営みというものを行えるようになっていって、で、そのうち禁止されていたんですけども、天の人がその根の人と交わるようになったんですよ。子供を作るようになっちゃって。はいはい。それは禁止されてたんですけど、どんどんそういう人が多くなって、で、ずっとそれを繰り返してたら、今度天の人と地の人が見分けがつかないようになっていった。どんどん子孫がこう繰り返しもう交わっちゃうんで、もう最後には見分けがつかない人が生まれたと。で、その人たちが、まあ見分けはつかないけども、しっかりとその教えは守ってたので、発展していって、今度その人たちが世界中に広がっていった。鳥に乗って。鳥に乗って世界中にこうバーッと広がっていって、今度地球という自然に国境を作って、国というこう仕切りを作っていったんです。世界中に広がっていったその混じった人たちがですね、仕切りを作って、でその仕切りを収めるものを作って、その収めるものというのは心がやっぱり澄んでしっかり平等に円満に物事を解決させるものを一人立ち上らされたのが、まあ、スメラとか、そこを収めるものはスサノオ、まあ、そういう言葉がそこに当てはまるんですけど、そうやって国というものを作って、取り決めというものを作って、家とか、まあ、そういったものが発展して文明ができていって、ね、で文明ができていって、栄えていって、国を治めるものが各地にいて、発展していったんですけども、ある時に突然変異で五色人が生まれたんですよ。そこの後に五色人が生まれたんです。世界各地で。で、五色人が生まれて、五色人たちは後から生まれて、やはりこう心がですね、この最初の先住民たちのように住んでなくて、その秘密の教えを教えようとしても受け入れずに、自分たちの欲求が強くなって、いろいろこう侵略して巡っていったんですよ。女を犯し、食料を奪い、住むところを奪い、殺戮して、もう欲求に任して、秘密の民たちの文明のところをずっと動いて侵略ばっかしていった。そしたらその旧人類の秘密の民たちは知恵を出し合ってですね、まあ、その侵略してきた人たちが非ならば自分たちは水のごとく動いて、もうその地を明け渡して、自分たちは山とか壁に隠れて、もうそこを明け渡しちゃってですね、自分たちは山の上とかそういうところに暮らして、またそこでやっていこうっていうふうに新しく移動したんですよ。で、平地をその五色人に全部譲って、で自分たちは山の中でちゃんとこう距離感を保ちつつ、ずっと監視しながら、まあ2つがこう平地に住むのと山に住むので分かれていった。あそこ遮って申し訳ないけどね、宇佐家に伝わる伝承、要するに宇佐の地に神武天皇が侵略してきた時にそれやったって書いてあるんですよ。要するに神武天皇一族に土地渡して、ここはあんたらが耕していいから僕らの土地まで侵略しないでねという。同じ描写ですね。全く同じですね。どうぞすみません、遮って。まあそういったので、この人類の旧人類っていうのは日本から生まれた、天の人と地の人が交わった秘密の民。そしてその後に侵略をしてきたのが新たに生まれた五色人がいろいろ奪って、平地をこう文明を乗っ取ったというか、そこの地をこの展開するようになっていったという構造が見えてきて。ちょっとまた遮ってごめんけど、その秘密の民っていうんでまたピンときたんだけどさ、卑弥呼というのはその秘密の民の女王様のこと言うんじゃない？そうですね。火と水の子。そうですそうです。子って器なんですよ。器。火と水の器なんで女性じゃないですか。だからそこそういうのにつながるわけです。なるほどなるほど。だからそうすると、歴史のこうしがらみっていうのが旧人類と新人類で考えると全部明確にこう見えてくる。ということはホモ・サピエンスが新人類だってことだよね。そうですそうですそうです。その前日本人はホモ・サピエンスじゃなくてなんだっけもう一つネアンデルタールだっけあれ。要するにホモ・サピエンスじゃないという説が出てきたんだね。そうです。だから人類発祥っていうのはアフリカとか言われてますけど、それは新人類なんですよ。そう思います。日本のこの英知とか歴史っていうのは新人類の前の、人類じゃない、人だったんで違うんですよね。歴史もすべて。だからすべてその日本世界中の古代文明の遺跡とかこういう巨石とかは、旧人類の痕跡なんですよ。なるほどなるほど。要するに旧石器時代の痕跡と言ってもいい。そうですね。まあだから縄文と弥生にもそれは当てはまりますよね。確かに。それでね、今までのお話の中でウイツミットの共通点言っときますと、まずあれだよね、上から降りてきた人たちと地面から生えてきた人たちを上津海でも区別してて、上から来た人たちを大見たから、また古事記日本書紀では天孫族って言ってますよね。で下から生えてきた人を美しき青人草と言って区別してんだけど、だから当時の記述読むとね、もともと都道府県とか地域のヘッドに立つ人はみんな大見高が独占してたらしいんですよ、最初は。それでその五色人が出てくるという記述は上津の中にもあって、なんと例の2代目の山彦の時代なんですよね。彦法法デミの時代。諸外国にそういう人民が新たな人民が起こり始めて、農業を知らなかったんでその飢え死に近い状態になっちゃうと。だからその日本から神々がですね、それこそ鳥に乗って世界に散っていって、その食物の種を与えたと。まさしくね、同じなんですよ、描写が。似てますよね。そっくりそっくり。海彦、山彦は旧人類と新人類の兄弟のことだと思いますよ。あり得るかもしれない。あり得るあり得る。それをこう比喩して海彦、山彦にしていて、やはりその新人類と旧人類の物語をあれやってますよね。